総士官が天をつかむ様、しかと心に刻むがいい。義と呉の連携により軍神と依附された関羽は繁盛に散る。その死を悼み厚く弔った曹操だが、彼もほどなく亡き人となった。曹操の覇道は息子の曹丕へと引き継がれる。だが曹丕は父の敷いた道をそのままたどりはしない。帝に禅譲を迫ると曹操が最後まで固辞した義帝に即位。長く続いた漢王朝の歴史にその手で幕を引いた。一方、関羽の死に憤った劉備は呉を討つべく大軍を動かす。三国の均衡が崩れる中、義帝の采配に注目が集まっていた。一つお伺いしたいことがあり参りました。陛下は千載一遇の機会を逸する気でしょうか。五色が総力を挙げて争う今を逃しては、陛下の代でこの乱世に終焉をもたらすことは難しくなりましょう。ほう、詳しく話すがいい。孫悟は我らと同盟を組んでいるおかげで高古に憂いなく戦えます。医療での戦いは彼らの勝利となるでしょう。そして戦後は防衛力を強化しつつ、義職を天秤にかけて乱世を引き伸ばすはずです。なるほど。ではお前の言う千載一遇の機会とは何だ。今まさに五職が同時に疲弊しようとしています。そこを逃してはならぬと申しているのです。同盟を利用し孫悟を支援すると見せかければ、戦いで消耗した奴らをたやすく撃てましょう。その後、間を空けずに職を撃てば。天下の趨勢は我らのものというわけだな。だが、葬儀のすべてをかける戦となる。勝てるか。時が満ちた時、我ら葬儀の進行に耐えられる者は天下にいないでしょう。聖堂を進むだけでは覇道の先は見届けられません。あえてもう一度問いましょう。陛下はこの機会を逃すおつもりでしょうか。よかろう忠達。この乱世に終止符を打つ。直ちに戦の支度を整えよう。士官殿、話を聞いていると騙し討ちにしか聞こえないのですが。分裂よ。覇道とは時には義も情けも捨てねばならぬ道だ。この乱世に終止符を打つつもりなら情は捨てよ。ああ、余計なことを考えてしまいました。これからも士官殿の行く手を切り開くのはこの俺です。もう迷いませんよ。
諸軍の動きが遅い。歴戦の優勝もさすがに落ち着かぬようだ。見抜かれてしまいましたか。天下分け目の合戦を前に気が高ぶっております。申し上げます、諸軍が呉に攻撃を開始しました。全ては想定通りだ。忠達の見立てが正しければ呉軍は医療まで諸軍を引きずり出すだろう。諸軍が撤退を始めた時、戦端を開く、分裂に先陣を命じる。諸の敗北が決した直後に呉将の帝方を攻めよ。はっ、必ず帝方軍を撃ってまいります。各将は分裂の攻撃を合図に呉軍の背面より攻めかかれ。始まりますのね、我が君による乱世を終結させる戦が。信よ、その目でしっかりと見ているがいい。私が天下を滑る様をな。五色が相争う今こそ好機。医療を奇襲し、疲弊した五軍の背後をつけ。さあ、総仕上げにかかりましょう。敵を通すな。ここは死守する。敵の牛へ早々に決着をつけろ。敵だ。急いで報告しないと。終わりにしてやろう。まだ死ねん。ここへ引く。敵将、私が討ち取った。我が前にひれ伏すがいい。敵だ！敵！
が我らを攻めてくるとは。命など脆いものですね。ここが意地の見せ所だ。何があっても守ってみせる。激戦の後で消耗している。強豪校を燃やしてやれば抗う気も起きない。これで頭を冷やせ。何やってんだ。自分が情けない。ヒルフスがいい。養老湖が落とされちまったみたいだぞ。腹減ったな。これじゃ満足に戦えないよ。ことができぬと。終わりにしてやろう。敵将を私が討ち取った。しまったな。こんな形で目立つとはな。やばい。次だ。兵器は我が手に落ちた。これを医療に打ち込めばギプソンも敗北を悟ろう。我が前にヒルフスがいい。敵だらけじゃないか。包囲されるぞ。逃げろ逃げろ。俺たちでここを守りきる。烈火のごとく敵を寄せつけるな。将軍の主力は職に勝ち意気健康か。ならば書を打ち勢いをそぐまで。この油壺はまだ使えるらしい。利用せぬ手はない。なんだ、何が起きて。終わりにしよう。
られちまったか。ちくしょう。愚かな。いざまずけ。敵の主力部隊は潰した。もはや医療攻略は赤子の手をひねるも同然よ。差を知らぬらしい。皆、あやつらを打ち果たすのだ。なるほど、この戦、打つべきは誰か見えましたね。今こそ五軍より奪った兵器が役に立つ。目標は医療。攻撃を開始せよ。医療を我らの兵器で崩すと嫌なことをしてくれますね。命は絶対に渡しませんよ。これで頭を冷やせ。お客さんだなんて聞いてないって。押し込みなら入り願おうか。こんな形で引くことになるなんて。敵将、私が討ち取った。医療は相互のものだ。おとなしく出てってくれ。これで頭を冷やせよ。真の三国無双ですわ。私が討ち取った。死んじまったら終わりだからね。お大さんだ。医療の五軍は蹴散らした。だが勝利に酔う暇はない。次は職を潰すぞ。
初戦に勝った程度で随分な気の抜きようよ。ここが戦場だと忘れたわけではあるまいな。兵の気の緩みは将の気の緩みゆえ、誠に申し訳ございません。すぐに職罰の準備に入り、劉備が落ち延びた先を探せ。見つけ次第直ちにそこを攻める。伝令、芝居様率いる別動隊が艦中に向け進発いたしました。別動隊が艦中に進行している今、職軍は全力で劉備の救援には当たれぬ。分裂分かっているな。はっ、直ちに劉備を探します。総理、劉備は白帝城に逃げ込みました。物見の話では医療の廃山兵たちも続々と白帝城に集結しているそうですわね。我が君、いかがなさいますか。無論攻め落とす。ただし劉備は必ず捕虜とせよ。捕虜？なぜそのような手間をかけるのですか。ただ討ち取ればよいのでは。確かに劉備を討てば一時士気は下がるだろう。しかしその後の職軍は私兵と化して劉備の仇を討たんと機嫌を上げるに違いない。しかし捕らえられているという情報があったらどうだ。俺なら何が何でも助けようとします。お前ならばな。ある者は劉備救出を主張し、ある者は下手に動けば劉備が殺されるやもと怯え、全軍の統制が取れなくなる。そこを狙うのだ。なるほど、急いだ方が良さそうですね。士官殿、この俺が劉備を捕らえてみせましょう。ふん、頼りにしているぞ。お任せください。諸本土の援軍が到着するまでが勝負か。どう動く諸葛亮よ。白帝城へ逃げ込んだ劉備を捕らえ、赤兵八陣を抜け進軍せよ。している模様。劉備の危機を嗅ぎつけた。邪魔されては面倒だ。行軍を早めよ。軍の進撃、何としても食い止める。報告、赤兵八陣内部にて味方が分断された模様。諸葛亮、いまいましい陣を築いた者よ。味方を救援し防衛を指揮する将を討つ。敵の諸葛亮って軍師すごいんだった。この戦では策があるらしいぞ。なんだ、何が起きて。敵も少しはやるようだ。
この戦退屈せずに済みそうだ。友軍と合流し敵戦力を叩く。みんな私に続け。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。シアガン停止。私たちは無事で防衛線を張る。終わりにしてやろう。ここはもう引くしかない。なんという武勇。敵将、私が討ち取った。私が討ち取った。勝者、いざ、長州と勝負してもらおう。やろう。私に挑む。やるだろう。分かってくるんだ。これで頭を冷やせ。この地は私が制した。敵の寄り所
所を消してやろう。速やかに進軍しろ。すでに戦い始めている部隊がありますね。援護に向かいましょう。終わりにしてやろう。ここは通しません。私とトラ戦車が相手となりましょう。手加減は無用。突撃しろ。伏せろ。進軍せよ。ここは引く。命は無駄にできない。終わりにしてやろう。白帝城は目前、急ぎ進軍しろ。劉備を逃すな。これで頭を冷やせ。ひれ伏すがいい。さすがは士官殿、常に俺の何歩も先を追い行きになる。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。来る前に白帝城へ急げ。我が前にひれ伏すがいい。敵は俺らで食い止める。この先絶対に行かせるもんかよ。終わりにしてやろう。勢い込んだ輩がいるな。己が分際をわきまえさせてやる。のこのこ踏み込んできやがったな。すりつぶしてやる。軽率までもが劉備を守ろうと必死か。無力な者の忠義が役に立たぬと教えてやる。よし、義軍を通しちまうなんて。
すまない、みんな。これまでか。止めを果たすことができぬとは。なんという強さ。ここは引く。我が前にひれ伏すがいい。私を果たせなかった。私が愚かな未熟なばかりに跪まずけ。申し上げます、劉備の捕縛に成功したとのこと。その知らせを待っていた。これで計画通りにことが運ぶ。劉備を捕らえて目的は果たしたな。職軍の深追いは禁じる。なぜ追撃を禁じるのですか。敵は敗退を重ねた状態で戦えませんよ。敗軍が多い方が好都合なんですよ。劉備が捕らえられたことを直に伝えてくれるんでね。兵の言葉は深刻に伝わるもんです。敗残兵にそんな使い方が。そうだ、ソヒ殿、降伏勧告の使者を職に送るのはどうですか。劉備の命が惜しければ降伏せよと。
相手はただでさえ士気が下がっています。そこに一石を投じれば、劉備の無事を願って降伏を唱える者も出てくるでしょう。ふん、一通の降伏勧告で心を責めるか。職軍は一枚岩ではなくなるだろうな。殿、まさにそこですよ。劉備を盾にされ、誰が喜んで戦をしますか。いくら諸葛亮が策を持って戦を進めようとしても、将兵の心はついてこなくなる。やってみる価値はあると思いませんか。いいだろう。各韓国の文面はお前に任せる。早急に送りつけよ。承知しましたよ。頭を絞って名文に仕上げましょう。医療の助皇様より伝令、五軍が接近中とのこと。予想よりも早く軍を立て直したか。いや、単に我が軍を惑わせて時間を稼ぎ、職軍に反撃の機会を作ってやろうというのでしょう。とはいえ、予期せぬ何かがあった時、もう少し守備兵がいれば安心できると思います。増援か。宗仁、お前に医療の守備を任せる。自分は葬儀を守る鉄壁、関羽の猛攻にも耐えたのですから、何があっても孫吾の兵などに遅れは取りません。殿のこと頼んだぞ。お任せください。他の者たちは破軍攻めを開始する。降伏勧告の返答を待たないのですか。元より返答は求めていない。孫吾の動きを気取られて勢いづかせる前に、諸君の戦力を削ぎ落とす。諸葛亮の動向がつかめました。紅葉で軍を整えているとのこと。降伏勧告を無視し、劉備奪還に動くならば、陣が整う前に紅葉を叩くまで。終わりにしてやろう。紅葉を攻めて、夜軍の南北の拠点を確保せよ。攻め込んできたならしょうがねえ。相手になるぜ。ここを通るつもりか。させぬ。これで頭を冷やせ。頼みの綱はあの土砲か。ことごとく破壊し、望みを断ち切ってやれ。やられちまった。こりゃ一度引くしかないね。
活量の姿がない。まさか。行くぜ、敵をぶっ潰してやるんだ。敵も少しはやるようだ。やばそう。敵の布陣を切り崩す効果です。さあ、進行を開始しましょう。大変です。白帝城に諸葛亮が到来。同時に各所にも諸軍が出現しました。諸葛亮、小賢しい真似を。急ぎ白帝城へ戻る。私が討ち取った。我が前にひれ伏すがいい。さすがです。どこへ行く気だ。これ以上は進ませるぞ。これはまずい。何かいい手を考えないとね。終わりにしてやろう。伏せろ。狙いは定まった。敵が足場を崩し戦意を損。そしてえいっつぞ、負けただと。冗談じゃねえぜ。終わりにしてやろう。役所、私が討ち取った。
私が討ち取った。このようなことになるとは。大変聞くほかあるまい。いや、ここで助けとはありがたいね。我が前にひれ伏すがいい。さすがです。タイがあるようだ。俺たちが駆けつけてやらねば。まさかここが攻められるとはね。もっと兵を追い急ぐべきだったかな。終わりにしてやろう。あちらに行った方が良さそうですわ。遅れて目立たないといいのですけど。
どこで計算を違えたのでしょうか。敵が来たのですね。私のトラ戦車披露いたしましょう。あいにく玩具と戯れている暇はない。貴様を撃てばそれまでだろう。私のトラ戦車が破られるとは。お姉様、申し訳ありません。我が前にひれ伏すがいい。報告！別動隊が未だ艦中を攻め落とせておりません。また芝居殿が直接率いる軍のみなぜか長安に引き返しております。どうしてそんなことに。医療の戦いからこれまで何をしていたんだ。士官殿、俺が芝居殿のところに赴き撤退理由を聞いてきましょう。落ち着け分裂。中達への詰問の使者は別に立てる。この先別動隊との連携は必須だ。足並みを揃えるために派軍で兵に休養を与える。分裂と核はここで諸の動きを警戒せよ。そういうことならありがたく。さ、早急殿、行きますよ。ああ、
中達、何を考えている？あるいは諸葛亮の策謀か。